シルエットナイトテレスターレにはマナの消費量が激しいという欠点があることが判明した。このままでは実戦には投入できない。エルネスティたちはこの改善策を検討していた。簡単に言えば出力が上がった分燃費が悪くなったってことだ。ですがマナの供給元であるエーテルリアクタの改造は事実上不可能です。マナの貯蔵量を増やせばいいんじゃないのか。そのためにはクリスタルティシューの量を増やす必要があるが、筋肉量を増やせばまた出力、マナの消費も増える。堂々巡りってやつ。そこはほらエル君お得意のあれじゃない。あれ、そう、無理に人の体に似せなくてもいいってあれ。別に筋肉でなくてもいいんじゃない。ダメ？いえ、その通りです。マナの貯蔵量を考えるなら形は何でもいいのですよね。でもアディに教えられるとすごく悔しいです。エル君ひどい。マジタビケーションラコクリエーション、世界たちまち揺れて、タイムレボルーション、ヒーローレボルーション、一瞬の間に光が立って、ハッピー。ずっとポケットの中にそっと隠し持ってた夢が今目の前広がるよ。僕は生まれ変わった、世界のルール変わるのさ。俺たちのギアに何を取り付けてんだよ。そいつは見てろお楽しみ。ん？キッド、アディ、準備はいいですか？おう。では行きます。ワイヤーアンカー射出。新装備うまくいったな。次行きましょう。これはストランドタイプクリスタルティシューを応用したスコルピウスという武器です。操作に関しては実際に動かしてもらった方が早いでしょうね。ああ、効果発射。よし、すごい。これ街中でぶっ放していいもんじゃないだろう。きっとそれは連射もできますよ。マジか。連射可能な工場兵器です。大したもんだぜ。お前どっかの城でも攻めるつもりか。おっていうかエル君はこれを何に使うつもりで作ったの。お、創作そして挑戦とはそれ自体が素晴らしいものだとは思いませんか。考えてなかったのね。一方クリスタルティシューを増設する計画は難航していた。かっこ悪い、おデブちゃんになってる。とりあえず重すぎる、痩せさせねえとな。外付けにして背負わせますか。今までと全然バランスが違うじゃない。まったくわがままな機体だぜ。セッテルンド大陸を東西に二分しているのがこのオービニエ山脈である。山脈を境に西側には西方諸国、いわゆるオクシデンツが存在し、東に位置するのが
我がフレメビーラ王国である。我が国は魔獣の半島ボキューズ大深海に接する唯一。テレスターレはあれで一応完成したとするしかないようですね。それをもとに次は話というのはこの新型についてだ。わしはせいぜいサラドレアの改良程度と鷹をくくっておった。だがこれは全くの別物だな。はい、まごうことなき新型機です。エルよ、お前はこれを陛下にお見せするつもりか。いえ、陛下は最高をご所望になったのです。こちらも人事を尽くす必要があります。お前の人事はまだ尽くされてなかったのかよ。テレスターレはいわば土台、その上にさらに立派な城を築かないと。それでこそ陛下の度肝を抜けるというものです。やれやれ、その前にわしの肝が潰れそうじゃよ。しかし何かしらの報告はしておくべきであろう。陛下とまで言わなくともラボにはあげとくべきだろうな。シルエットナイトラボラトリー、シルエットナイトの技術を研究する国家機関ですね。異論はありません。ラオリの不安は新型機がラボに与える影響にあった。本来シルエットナイトの開発は国家事業である。それを寄贈士学園の一生徒が成し遂げたと知った時、ラボ側がどんな反応を見せるのか見当もつかなかったのだ。ねえ、どうする？何を？お父様との約束、今がその時なんじゃないの？あ、エルがすごいことしたら知らせろってあれか。そうだな、ラボがどう出てくるかわかんねえなら知らせといた方がいいかもな。そうだよ、エル君の手柄を横取りされたらたまんないもん。これをディクス・ゴード公爵に。かしこまりました。承知した。すぐに関わった生徒たちを集合させる。褒美でもくれんのかな。まさか怒られたりしないよな。新型シルエットナイト製作に関わる生徒はこれで全てか。我々はディクス・ゴード公爵より使わされた首都騎士団、団長のモルテン・フレド・ホルムである。公爵？公爵閣下は新型機に興味を示され実物をご覧になりたいと仰せだ。そこで諸君には機体の整備のために必要十分な人員を同行の上、新型機全てを速やかに風戸一人でまで搬送してもらいたい。うん、この天気だ、どう考えたってシルエットナイトを動かすには向いてねえ。それでもってことか。無論だ。悪い予感しかしねえ。そんなことあるわけないでしょ。キッドのバカバカバカ。何すんだよ。だが不幸なことにキッドの予感は的中した。シェリフォームだと。そんなに落ち着いてんだよ。奴らは地中に潜む魔獣、厄介な存在ではありますが、移動音に注意すれば動きは予測できます。主の相手はお願いします。ヘリ
ディーゼリヒ4連装形態で行く。了解。放て。なんという打撃力だ。今だ、突撃。そりゃよかった。え、シェイカーワームなんぞに倒されるようなやわな新型に用はないよ。どうやら魔獣版風情に持たせとくにはもったいないお宝のようじゃないか。しかしおかしら、片年取りではアリ一匹入れないって評判でさ、中に逃げ込まれちまえば我ら動画騎士団だって手が出せねえ。バカ、力ずくで押し入ろうなんて考えるからいけない。頭を使いな、そのカースドベイトと同じさ。はあ、エル君成分が足りないよ。もう一週間もハグハグしてないよ。お父様ちゃんと言ってくれたのかな。え、だってなんで国王陛下じゃなくて公爵が口出してくるのよ。そんなの知らねえよ。キッドが知らせよって言うから。ハディだってすっごいのができたって書いたじゃんか。違うもん、超すっごいのだし。来たー、帰ってきたぞー。おお、本当だ。野郎ども、変わりはねえか。大事な道具にサビなんぞ浮かしてたら処しねえぞ。親方、おかえり。エル君は？それなんだが、エドガー先輩、エル君は？テレスターレと一緒にディクスゴード公爵預かりとなったよ。新型機の実力、機構はどう見た？速度、出力、火力、どれをとっても彼だとはるかに凌駕しております。極めて高く評価せざるを得ません。超すっごいのができましたか。は？何にせよ新型機は我が国益となるもの、軽々に扱うわけにはゆかぬ。は。現行機カルダトアの前身はサロドレア、サロドレアからカルダトアへの世代交代には実に300年という年月を必要とした。それに比べてエルネスティ・エチェバルリアが費やした時間はあまりに短い。国王陛下がお聞きになればさぞお喜びでしょう。それが困る。は、やはりわしが直接問いただすほかなさそうだな。失礼いたします。ステファニア、何事だ？お話がありますの。人払いをなさっていただけます？学園は、いや、ライヒャラからどうやって？お話がありますの。よかろう。なんだ話とは。ん？一体何事だ？率直にお答え願いますわ。公爵に何をおっしゃったのですか？しばらくぶりだな、エルネスティ・エチェバルリア。再びお目にかかれて光栄です、ディクス・ゴード公爵。お前の話が聞きたい。新型機に関して。このように新たに開発されたストランドタイプクリスタルティシューを用いることで、テレスターレは従来機に比べなんと 1.5 倍の出力を得ることができました。ここでお手元の資料をご覧ください。先に述べました通り、テレスターレの欠点は持久力です。また製造コストについてもまだ削減の余地があると思われます。
この2点に関しては今後の研究で改善が望めるでしょう。しかし最も希少な部品であるエーテルリアクタは既存のものを使用せざるを得ず、それに関しては現状いかんともしがたいものですので、何卒ご理解をお願いしたいところです。これにて新型機の概要と今後の課題について説明を終えさせていただきます。ん、何か質問はございますか？無論ある。はい。新型機の扱いについてだが、全権を私が担うことになった。つまり新型機の評価から今後の運用までの全てを私が取り仕切り管理する。先ほどの説明も私が直々に陛下へ奏上する。異論はなかろうな。よかった。なんだと？この後陛下に同じ説明をする必要はないのですね。あとはどうかよろしくお願いします。もちろん新たな疑問があれば何なりとお答えします。お前はそれで良いのか？良いのかとは何がですか？名誉、地位、待遇、将来、全てだと言われましても。お前は一体今後いかがするつもりなのだ？僕はまだ寄贈士学園中等部の一学生に過ぎません。まずは進級と卒業を目指す。人をたばかるでもいい加減にするか。お前は自分が何をしたか分かっておるのか？え、新型機の開発を。簡単に申すな。説明するのも虚しいが、あえて言うてやろう。よいか、このフレメビーラの建国以来、いや人が歴史を歩み始めて以来、新しいシルエットナイトを提案した個人など一人として存在しないのだ。見よ、うん、シルエットナイトの開発は一大事業だ。あまたの人員と長大な時間を費やして初めて成立するものなのだ。それをやすやすとやってのけ、あまつさえエーテルリアクターの秘宝などという国家の一大機密を要求しておきながら、今さら何を波の子供ぶっておるのか。いえ、陛下のお目にかけるのはテレスターレではなく、また別の。別のだと？貴様はまだ飽き足りておらんのか。もちろんです。陛下には僕に用意できる最高の機体をお見せするつもりですから。最高と申すか？はい。見たか、クルート。これまで分銅7個しか持てなかったクリスタルティッシュが11個まで持ちこたえたぞ。光明が見えてきた。殿下、まだ続けるおつもりですか？当然だろ。最高を目指さずして何とする。何故にだ、何故にそこまでする？趣味にございますから。趣味、そうであったんだ。特進した。つまり公爵直々にエル君を面接していると？そういうことだ。なんだ、じゃあ心配いらねえな。なんで？だって相手はエルだぜ。あ、むしろ公爵の身が案じられますわね。いや、三人とも己の身を案ずるのが先であろう。え？学園が休校になったという話は聞いておらぬが。まずは弁明を聞こう。ディクスゴード公爵、全てをお任せするからには今後の計画をお伝えしておいた方がいいかもしれません。こちらをご覧ください。まだあるのか。何をおっしゃいます。これが本来の計画なのです。これであればこそエーテルリアクタの製法を教えていただくに値すると自負しております。では話を続けさせてもらいます。こっちでやりたい。なんでエル君戻ってこないのよ。そんなに公爵と意気投合したってわけ？ライヒアラよりカザドシトリエの方がいいわけ？いつもギャーギャーうるさい小娘がいないからじゃねえか。ひっどい親方の意地悪。モジャ、モジャ、
でもよ、公爵にテレスターレの説明をするだけにしちゃ確かに長すぎるかな。そうよ、長すぎる。行って話をする。帰ってくるよう説得する。無理やりでも連れて帰る。歩いて何日かかると思ってんだ。途中には魔獣も出る。シルエットギアがあるもん。馬より速く走れるし、武器だってついてるし。その手があったか。それはできない。エルネスティは公爵の正式な将兵によって砦にとどまっているんだ。正当な理由もなく連れ戻すなど許されない。そういうエドが、あなただってテレスターレを取り上げられてブツブツ言ってたじゃないの。アールカンバーはいい機体だが、新型機にも惹かれてるんだろう。それは確かだが、話が別だ。個人の感情と学園の使命とでは。その、そういやディートリヒ、あいつの回収が終わってなかったな。あいつ、グエルか。あれだってサブアームやストランドタイプを実装した、言うなりゃ新型だ。回収が終わったらここには置いておけねえ。なんだって新型機は全部公爵の管理下に入るんだからな。なるほど、その通りだ。ってことは新型機をカザドシュ砦まで届けねえといけないわけだ、俺たちの手で。それならば問題ない。ミラでエルネスティを迎えに行くぞ。ありがとう親方。それより数日の後、カザドシュ砦の近隣に位置するダリエ村。ダリエ村より救難信号。複数の血統級魔獣に襲われた模様。通り赤かい。平和ボケってやつだね。何の疑いもしないとは。こっちも始めるよ。久しぶりの戦だ。うまくやろうじゃないか。フレメビーラではさほど珍しくもない魔獣の襲撃。これが後に世界を揺るがす大事変の端緒となるとは、今この時のエルネスティには知る由もなかった。悪な影が僕を